ベスト8を目標にチームで頑張ってきたんですけど、まあ、今このベスト32という結果でも、まあ、全員で楽しくバスケットができたのでとてもいい思い出になりました。バスケットは続ける予定はないんですけど、地元が沖縄県で沖縄に帰って教員として、まあ、バスケットの指導者として続けようとは思っています。ありがとうございました。It's a great big